金髪プリン野郎と赤鉛筆おじさんのショートコント。小学生テク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 、あ、赤鉛筆だ、丸でーん。これ大丈夫でしょ。痛かった、ごめんなさい。指が回ってしまった。はい、フリークスマーケットです。全国のアタオカのお前たち、やめた方がいい、本当にやめた方がいいです。 俺たちもアタオカだけど、アタオカなんですけど、カスチャンネルです。カスですから、1万もいないので絶対にやめた方がいい、はい、潰されますよ。今日何ですかこれ、またさん、これ皆さんね、アタオカの皆さんはご存知かと思います。はい、こちらでで、エガチャンネルとファミリーマートのコラボのポテトチップスでございます。ありがとうございます。いや、買っちゃいましたよ、発売日に。俺が最初に行ったお店は売り切れてました。あ、そうなんだ。あ、こっちがプリンフダン監修の黒胡椒チーズ味のポテトチップス、そしてそちらが江頭2時50分監修の担々麺風味ポテトチップスですね。はい、ということで、もう食べていこう、食べていこう。こ、どっちからいく、こっち担々麺風味と、はい、にゃー、あ、あ、あー、なるほどね。ライト中なんですね、いきます。あ、そうだね、はい、うましろ、おー、うましろって言った。うん、じゃあ俺も行ってみる。うましろー。あ、うまいね、うまい、うまい。あんだめ、まあ風味で、うま辛だね、ほんと。ちょっとピリッとしさ残りますね、うん、辛みは残るけど、うん、そこまで辛くないというか、それにあの旨味がしっかり乗ってる気がする、うん、やるね、エガちゃん。担々麺のインスタント麺のポテトチップスバージョン、うん、あ、インスタント麺風味なんだね、じゃあバカにしてるから。結構バカにしてんないや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 、いや、でも美味しい、美味しい、美味しいよ。はい、次はこちら黒胡椒チーズ味。うまっしろー。あ、もう全然違うじゃん、リアクションがさっきと。めっちゃいくね、うまい。ブリフダンの勝ち。あ、ほんとマジで色がもう黒いんだよね、うん、黒胡椒だ。あ、これうまい、ほんと。うん、あ、でもチーズの味、うん、あ、うまっしろあ、ほんとだね。いいですか、うん、チーズ味のポテトチップスっていっぱいあるんですよ、うん、今まで僕も食べてきましたけど、うん、やっぱ黒胡椒があることによってちょっとパンチが効いてるんですよ。パンチが効いてるね。ね、だからチーズだけで終わらない、うん、チーズのポテトチップスって甘いじゃないですか、どちらかというと、うん、チーズの甘さがうまいことバランスよく引き立てられてる感じ、胡椒でね、うん、だからそんなしつこくないね、うん、結構パクパクいけちゃうかも、これ。あの、どっちをリピするかって言ったらこっちです。よウィンそうね、俺もこっちだな、うん、うまいわ、ごめんね、エガちゃん。だから、これ2つ並べて食ったら味ね、こっち食った後に、あ、ちょっと辛い方もみたいな、甘辛でちょっとこう、ミックスさせながらさ、うん、どっちも食べ進めていくと、うん、最近食ったポテトチップスの中ではこれもナンバーワン。あ、ほんと、すごいじゃん。一緒に食べてるとどっちも止まんなくなっちゃうね、どうぞ。はい、はい、ということで以上、ブリーフダンでした。ブリーフダン、ダメですよ、ダメですよ、潰される、まあ、アクセサリー屋がこんなことやってますっていうことでね。うちのお店ってシルバーアクセサリー業界の中ではかなりのアタオカ店舗なんで。そうですね、多分ねこんなモヒカンとね、プリン野郎がやってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。以上、フリークスマーケットでした。